皆さんどうも、おはようございます。ということで文学座の座員、の素顔に迫るとでも言いますかね第一発目になるのかな。今日は私はどうだろうと私の先輩と、加藤拓三でございます。対談をしていきたいので、はい、よろしくお願いします。前やったよね。そうですね、車に2人で行って、はいはい、結構あなたのふるさとの方へ俺がドライブしてね、ずっと話すというのであれあれですごい楽しかった。もう随分だいぶ前になるけども、楽しかったね。なんか山の上でラーメン食ってもらってそうということなんですけど、まあ、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず俺がちょっと話して、うん、させていただきますと、加藤さんとの関係ということですけども、はい、まあ、俺は随分加藤さんから見たら後輩になるんですけど、俺はその文学座入ってやった芝居っていうのは本当に加藤さんと絡ましていたことが多かったんで、ね、そうなんです。もうそれは義兄弟だったり親友だったりそう、ね、あの頃加藤さんが22の役でそう俺二十歳くらいと、うん、まあ隠さず言えばこんなもん振りかけてない通信販売でしか買えないこういうの振りかけて息子です、こんにちはで撮影だったので、北村さんもいらしたりして、でなかなか好評で再演ってあったんですけども、うん、そのまた再演の話もあったんですけども、うん、加藤さんの方からの教えとでもいいでしょうか。ちょっともう20には無理だそんなことないでもだけど、まあ、こんなこと自分で言うのもあれだけど、はい、あれだけ忙しい人たちが集まってたから、はいはいはい、それこそ北村さんはね、仕事が他にもいっぱいあるし、ね、平田芳恵も結構、はい、まあ、マスコミでも出てたし、一番あなたが一番忙しい人だった。加藤さんもね、それでも随分長く旅に行きましたもんね。長かったですね。ね、あっち九州も行き、東北も行きみたいなね、はい、うん、うん、面白かった。また後にはね、夢めしい女たちとか、はい、踏み台とでね、これあの文句じゃないんですけど、角野さんと一緒の芝居だと旅が長いんですよまあぶっちゃけ皆さんからこう、うん、要望があってお呼びがいっぱいかかるわけですね。長い旅ですから、うん、本当にいろんな思い出があるんですけども、まあね、うん、長いけども、うん、近郊の時なんかはよくあなたが仕事があって翌日昼間テレビの仕事しなくちゃならないから、はい、夜芝居終わって帰りますなんていう時に、はい、一緒に乗せてもらって帰ってきたんですか。それはないで、加藤さんもそうじゃないですか終わってギリギリの最終の新幹線飛び乗って、ね、そうなるとね、走り回ってましたよね。よくやってたね。でも楽しかったな、あの頃やっぱり、ああいう旅が続くっていうのは劇団ならではだと思うしね。そうですね、ありがたいことですよね。で、まあ、ちょっと固い話をすれば、はい、劇団の経済にとってもね、うん、とってもそういう旅に売れるって言葉はあんまり良くないんですけど、うんうん、そういう各日本各地のブロックを回ってっていう、なんかやっぱり劇団の経済も潤うし、そうですね、うん、でいろんな人に見てもらえるっていうのはね、はい、これはもうすごく、まあ、見ていただいてこその芝居ですからね。そうです、うん、まあでも我々はやっぱり1ヶ月半2ヶ月昔なんか3ヶ月なんですけどね、そうそう、うん、ずっとこれは朝昼晩ずっと一緒ですから、うん、で宿も一緒、移動も一緒で、仕事場の会館も一緒っていうすさまじいことをやってまだね、でもね、うん、トールの頃はもうほぼホテルだったでしょ、はい、あ、これね、マリウスが伝わりますよ、うん、マリウスの旅館だった、旅館だった3人4人の相部屋だったでしょ。そうだからね、僕なんかも入ってそうね、あれ研修科の2年の時だから、はい、養成所研修科の1年、研修科の2年、3年目か、ね、の時に初めて旅行ったんだけど、うん、比嘉海峡ってね、太地喜和子が初めて、はい、主役をやったし、はい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 、本公演で、うん、それでね、東北、北海道旅に行きましたけどね、うん、その頃から始まりだけども、当時ビジネスホテルなんてまだなかった。なかったですね、うん、大体が旅館、はい、
それもあんまりその今でいう日本旅館というとものすごく高級なハイクラスなもののような感じがするけど、当時日本旅館といってもいろいろあって、ね、はい、なんか駅前なんかにあるいわゆる多目的旅館、そう部屋数いっぱいあって、ね、でまあ向こうも劇団のうちだけじゃなくて、はい、2ヶ月に1回とかそうやって劇団が旅しの人が来るから慣れてはいるんだけど、うん、まあ客としてはとんでもない客でね。そうですよね。でまあその6畳に3人、はい、8畳に4人、で上から序列でずっと来るから大概同じ顔なんだよ。そうですよ。だから寝て起きても隣同じ顔はしないし、で朝飯も一緒に食って、はい、で同じタクシーに乗って駅まで行って、で列車に乗って向かい側にまたそいつが座ってて、そうなんですよ、ね、で劇場行ってまだ若いからさ、全部トラックから荷下ろしからある程度仕込みの手伝いをするじゃない、で約2時間3時間よくてまあ3時間ぐらいの自由時間があって、はい、楽屋入りをして改めて、で化粧台に座るとまた隣に同じやつがいるね。下手すると舞台出ても隣にその同じやつがいい。もう舞台出る頃には顔飽きちゃったんだよ、ね、これがね一月ぐらい続くとね、もういい加減になってきてね。でも、まあ、今おっしゃったその中でも 2,3 時間の空き時間っていう、これの使い方がね、うん、まあ もちろん芝居も尊敬はしてますけど、むしろこの使い方を尊敬してました。なんで俺ね、あの皆さんね、ボテっていうのは、旅には、うん、いわゆるあの私物をですね、こう入れさせてもらって、うん、大道具やなんかで一緒にトラックで運んでもらうための、こういうトランクみたいな。まあ言ってみればね、木製、はいはいはい、木製っていうか、紙と竹と木でできた、ね、そうですね、箱、これ、ボテっていうんですか。私物とか入ってるんですね、化粧道具なんか、うん、で。それを加藤さんもちょっとこう覗いてみますとね、あの、必ずやグルメブックが入ってるんですよ。旅をする地方のグルメブックが1冊ならず2冊3冊と入ってまして、でフリーになると加藤さんいなくなっちゃう。でもうそれを片手にね、うん、過ごし方はやっぱプロフェッショナル。それはね、東風と一緒に芝居の旅をするようになった頃はもうそうだったけど、最初はね、入りたての頃ってね、実はそういうガイドブックっていうものがあんまりなかった。あ、昔はね、うん、だからその町に着くとね、本屋に行ってね、うん、その町のタウン誌とかそこでしか買えないその町の雑誌とかをペラペラ見て、うん、それからね、当時はやっぱりね、口伝えですよ。あ、蕎麦屋はこの町は、蕎麦屋はあそこへ行け、はいはい、ラーメン屋はあそこへ行け、はい、夜もし飲みに出るんだったらあの辺のこの店がいいとか、はい、先輩から口伝え、ないしは連れてくる、それで覚える。でね、当初そうね、旅行って一番の一人になる一番俺なりの方法はね、いろいろあるんだよ、はい、パチンコ屋だって一人になれるしね、はいはいはい、それから映画館もまあ一人になれるけど、やっぱり映画って時間決まってるから、うん、途中から入って途中で出るのってなんかね、やる。そうですね。だけど俺のあれはね、ジャズ喫茶、うん、ジャズ喫茶って言ってもあのでしょ、いやいや、ライブとかそういうジャズ喫茶じゃないんだよ。あの当時のジャズ喫茶っていうのはモダンジャズがかかってて、おしゃべりしちゃダメなの、ただ聞くだけだ、だからちょっとまあ文庫本からか持っていってね、でコーヒー一杯で2時間ぐらいいても別に咎められない、そうコーヒーおかわりしなさいとか言われない、そうやってね、本当に一人になって、うん、音楽聴きに行くっていうよりも一人になる、うん、それでね、知り合いになったお店なんか結構あったな、ダメ、そうね、もう、カズマの本にしたら書けるじゃないですか。いや、書けない、グルメ本も、いや、申し訳ないけど、ね、全国の、あの、実は一冊出してる、あ、出してるんですよね。出してる、実はすでに、うん、これはね、あの、関西の京阪神で、まあ、出てる雑誌、はい、ニーツっていう雑誌なんですけど、そこに1ページ、予約1名、角野卓造でございます。もう機会があったらぜひご覧ください。それをね、はい、4年ずっと毎月に1件ずつやったやつがたまったんで、1冊の本にしましょうかっていう。そんな新劇俳優がかつていましたでしょうか。持ってくれよかったな、今日な。なんかインサートでポンと入れてよ、それ、ね、あの、どっかにあるから。これは確かですから。
いやこれはね自分でちゃんと言って確かめて人から聞いたり読んだりして行ったところもあるけれども、はい、ちゃんと自分で電話して、はい、いやまあ京都のお店が一番多いですけどね京阪神で、はい、でもまあ旅っていうのは、はい、その芝居ももちろんだけれども、はい、実を言うとそういう楽しみが結構あるそれはまた本当に別の楽しみとしてありましたね。なんかあるでしょうね、はい、旅の楽しみはある旅の楽しみはやっぱりあれですよね、ここでは言えないことは本当ないですよ、ね、本当そういうこと今流れで言っただけですよ、港港そんなことはないですよ、カノさんにもねお付き合いいただいていやいや、いや、飲みにそんなことあったな神戸の文化、はい、ブーブーいやいやいやブーでございます、ここにピーが入ったまあね、車、タクシー朝帰りもしましたよ、宿がもう閉まってて入れなかった。なんであんなとこまで酒飲みに行かなくちゃいけないのっていうぐらい、こういうとこまで酒飲みに行ってました。いろいろね、ただ、ね、そう旅の思いは尽きないわけですけど。さて、まあ、一応こう文学座の、ね、座員ということで今日はね、出演をさせていただいてるわけですけども、加藤さんはもう何年になりますか？50年ですかね。養成所に入ったのが、まあ、20歳というか21ですかね。今僕ね、もうじき72になりますけどね。72ですか、加藤さんで。だから、まあ、劇団の生活、生涯50年。養成所から。はいはいはい、はい。さらに50年ですよ。で、伺いたいのは、文学座に入る原点に戻りますけども、きっかけって何ですか？当時ね、やっぱりまあ、学生演劇っていうか、大学で演劇部やってたけども、演劇状況を喋るってね、新劇っていうのはもうもちろん、すごくある意味確立されてて、すごくしっかり活動をしてたし、今までお話ししたように、新劇の劇団は、そう日本全国を旅して回って、東京公演終わったら旅へ出るとか、旅やってるから東京公演やるとかって、そういうしっかりした体制が全部 できてきていたけれども、世の中のやっぱり流れの中では、演劇は小劇場運動がものすごい勢いで高まっていて、70年よりちょっと前ですね、67、8年ぐらいからですけども、僕が知ってる限りで言ったらね。それはね、演劇に限らずね、音楽とかファッションとか、まあ、ありとあらゆる、まあ、文化っていうかな、なんかが結局日本だけの問題じゃなくて世界中でその、まあ、言ってみれば動いてたっていうか、一番根っこのところから本当にこれは一体何だっていうのを疑ってかかれてみたいな感じが、まあ、変な言い方ですけど、そういう時代では既存のものに対してね、だから演劇そのものは要するにそうやって完成されたんじゃなくて、もっとだから劇場じゃなくてもできるだろう、その原っぱにテント建てたってできるし、ビルの地下の小さい空間でだってできるし、みたいなところから、はいはい、だからまあ表じゃないっていう意味でのアンダーグラウンドとか、それは演劇に限らずね、いろいろ映画もあったし、アンダーグラウンドっていうのはいろんな感じで全部こうそういう頭がついてた時もありますけど、演劇の流れからしたら日本の東京の、まあ、特に東京のですが、小劇場運動がすごく強かった、はいはい、だから僕らは全くそういう、でもね、そういう社会的な雰囲気の中でですよ、まあ、だから演劇の世界ではいろんなムーブメントがあって、新しい風が吹き出して、中で、なぜ文学座を選んだのかっていうか、まあ、端的に一言で言えば食べたかったんですよ。ああ、なるほど。この自分のやる仕事でね、はいはい、役者という仕事で食べたかった。当時、まあ、学生演劇やってたし、そういう小劇場運動の波はもろにかぶってたから、やっぱりすごい影響を受けたし、見てる芝居はそういう芝居、もちろん新劇もいくつか見ましたけど、はいはい、だけど、その新劇が大好きでっていうことではもうなかった。だけど、芝居は好き
なんだけど、うん、その小劇場では食えないっていう、もう自明のことだった、はい、じゃあ進撃だったら食べられるかったら、それも保証はないんだけれども、うん、可能性はまだ進撃はある、うん、劇団に入ってその芝居だけではもちろん1年間の生活はできない、うん、だから映画放送部とかそういうマネージメントをしてくれるセクションがあって、うん、外の仕事ができるっていうことで食べられるだろう可能性は、うんうんうん、それでまあ分かったね。まあだからそれがでもいろいろ選択肢はあったわけです、ね、実はここを受けて、はい、ここの今あの文学座のアトリエの2階の応接間でこの絵を撮ってますけどね、うん、はい、ここ二次試験の時の最終面接ここの部屋なんです。それで当時あのそこにも写真が並んでますけども、はい、乾さん乾一郎さんという代表幹事がね、はい、あの鳴海史郎さんかな、テネシー・ウィリアムズなんか役してた鳴海先生もいらしたかな、うん、何人か偉い方がいらしてね、うん、最後の面接、二次試験の時に、いや、あなたどういう芝居見ますかと、いや、まあ、正直言うと、やっぱり僕らの世代、小劇場のが好きで、波かぶってて、ほとんど小劇場、文学座芝居なんか見ましたら、はい、阿久外伝っていう、宮本圭さんですよ、北村さんが主役をやった芝居で、これは確かに面白かった、うん、で、まあ、その話をして、で、もう、嘘ついてないから、うん、女の一生も見てなきゃ、何も見てないんだ。あの青春の角度も知らないんだ、うん。だから杉村さんがあの生で見たのはその阿久外伝のね、秋金っていう女性革命家の娘、お母さんの役で、うん、娘が処刑されたのを第八車に乗っけて、うん、刑場からこうそのなんていうんだろう、墓場へ運んでいく舞台、ただ横切るだけなの。それを杉村さんやってたの。豪華な配役ですよ、それは本当に今から思えばね。だから杉村さんの生ってそれしか見てないんだよ。だけどまあ正直言ったからもう自分の気も済んだし、これで落ちたら落ちるだろうなと半分以上思ってた。で実はその時に早稲田小劇場っていうまあ御三家と言われた小劇場の中でね、はい、うん、唐十郎さんの状況劇場、うん、それから鈴木忠さんの早稲田小劇場、うん、それから佐藤誠さんがまあ代表になっているあのアンダーグラウンド自由劇場というか、それが黒テントというか、うん、まあ、演劇センター6871というふうに変わっていくんだけども、うん、それが御三家なんだ、うん、その中の一つ なんだけども、その早稲田小劇場というのは私一番肌合いが合うなと、うんうん、まあ受けたんです。で二次試験の時、文学座の二次試験の時にはすでにお金も払って、うん、忘れもしない6000円っていう入場金を払って、うん、もう早稲田小劇場の研究聖書ってここが持ってた。あ、もう合格してたんだね。だから、うん、今正直言うけどものすごいある意味なんていうかビビってないわけ。もういいよ、もう好きなことお前が聞いてるんで言いますよね。滑り止めじゃない、まあ、そういうことですよね。滑り止めだったわけです。滑り止めじゃ、滑り止めじゃない、こっちは滑り止めじゃないんだけど、ね、要は正直に言って、はい、もうそれでなんか、なんとか入れてくださいみたいな気持ちじゃなくて、その素のままの私を見てくだされば結構ですみたいな、ある種開き直ったあれがあったからね。だから逆にそれも良かったのかもわかんないけども、落ちるだろうと思ってたら1週間経って合格っていうハガキが来ちゃう。でも、はい、俺もちょっと話をさせてもらいますけど、俺は、まあ、全く、演劇に全くというかそんなに関わりがなく、うん、学生時代過ごして、まあ、高校出て文学座入るわけですけども、小中高と生徒会長をやってきました、うん、もう一回言いましょうか。いいですか、もう小中高と生徒会長をやったんですけど偉かねえよ。まあ、その何て言うんですかね、みんなで何かをこう作るってことをずっとやってたもんですから、うん、そういったことでもう将来も飯食えたらいいなっていうのが興味になったんですが、うん、で高校3年で茨城県の古河市というところでアマチュアの劇団があったんですね。でそこをひょんなことからちょっとお手伝いだけするっていうのでやったのが、うん、あの我が町だったんですよ。
まあ、その主催の人が文学が好きだったっていうかね、うん、でまあそれをやって、まあ、衝撃といいますかね、お客さんの前でやるということを、で、あ、これがみんなで作るってことだし、なんかこれは楽しそうだなと思って、うん、じゃあ芝居の道行こうというんで、そのアマチュアの劇団の主催の人に相談したら、じゃあ文学座を受けたらどうだって言われて、そこで初めて文学座と出会うわけですから、うん、で、もう試験が近かったんで、で俺も何も文学座見てなかったんですよ、さすがに何か一本見とかなきゃいけないなと思って、見たのが、あの結婚披露宴だとか、結婚披露宴のあたりとか。結婚披露宴、いや、私、そうだ。私出てるよ。出てます。田中裕子。田中裕子。北村。はい。北村和夫が前座になった。そうなん、それをね、うん、俺が文学座という高い壁といいますかね、うん、高めの花といいますかね、うん、入るたびに初めて見た芝居が、北村さんが前座になる。そう、俺もお尻出した。そして、加藤さんが、あのベッドの中から、そう、転がり落ちて。お尻出して転がり落ちてくるっていう。そう、新婚初夏。大変その当時で思ったことですか、正直言いますと。こういうことやっていいんだっていう。それネタにしてるの今初めてなんですけど。まあそういうことがあって、文学が。だから、でもよく分からなかったんですね。つまり演出部でもいいし、演技部でもいいってことも知らなくて、別に役者ってことじゃなかったんですよ。でも、ただ見たら、まあ、演技部という方しか、知識もないし、可能性ないじゃっていうのがあって、演技部になった。なるほど、だから、行ってみたら文学座を見てそんなに惚れ込んで入ったかと言ったらそうではなかったってことだと同じ共通点かもしれませんけどね。いや、あのね、こんなこと言ったらもうえらい怒られるかもわかんないけど、はい、文学座が好きで好きでっていう人って本当にそんなにいないと思うよ、ね、すごい。やっぱりね、基本役者になりたいとか、うん、そういうね、あの、まあ、もちろん演出家になりたいとかってことある、だって文学座が好きだって言ったって、はい、外から見てる分じゃそんなによく分かるもんじゃないから、分かるですね、ねえ、うん、やっぱそれは自分が何かやりたいことがあるから一つの手がかりだと私はそう思ってる。うん。